の夢なんて呼んでください。せーの、やめろー。はい、広島県出身青江うたです。うたちゃんって呼んでください。せーの、むかちゃん。ありがとう。はい、白いののニコニコヒロイン白川千尋です。ちーちゃんって呼んでください。せーの、ちーちゃん。はい、今日も一日小春日和の中野小春です。小春って呼んでください。せーの、はい、ありがとう。はい、ということで本日はフリーでお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてそしてファーストEPクレバレードのリリースが今日リリースされました。はい、こちらに収録されているのがマイウェイマイビート、合ってる？合ってるよ。マイウェイマイビートなんですけど、皆さんこちら MV もサブスクも公開されてるんですけど、 MV 見てくれましたか？見たよ、500円見たよ。今日 MV は実はこの衣装で撮ったんだよね。そうなの、ね、最近じゃ最近に撮ったから。なんか思い出あるって MV 撮った時なんかある？え、あ、が、ある？あります。いや、さぞ面白いエピソード。やばい。どれにしようかなって。でも、まあ、今梅雨じゃないですか。そう、最近撮ったんだけど、そう、なんかパレパレが MV 一日中朝から晩まで撮ってたんですけど、なんか終わった瞬間に雨がブワーって降ってきました。もともと雨予報で、え、そうなの？ MV の日も絶対に雨ですって言われてて、しかも大雨だったんだよね。え、そうなの？言われてたのに、パレパレが外シーンの時に急にパッて。ね、すごかったよ。すごい。最近何が言いたいかっていうと、パレパレが晴れ女だよねって話。ですけどね、そう、今日は晴れたりして、やっぱ2024年はパレットパレードが主役じゃねっていうお話なんです。だからそう、やけん後半もまだまだね盛り上げていくので、皆さん追い越されないぐらいついてきてください。リリースにぶち上がっていきましょう。おってもらおうか。
速新曲を披露したいと思います。この曲はとってもみんなと一緒に盛り上げる曲になってるんですけど、私たちのハイファースト EP ということで、これからもずっと大切にしたい曲です。一緒に楽しんでいきましょう。マイウェイマイビート、ありがとうございます。ということで新曲初披露でしたが、皆さんいかがでしたか？この曲が今日から仲間入りするので、ここ誰々ちゃんのパートだなとか、推し名はこっちにいるなとか皆さんいっぱい聞いていっぱい覚えて、そして今日撮ってくれた写真とかもぜひ SNS にアップしちゃってください。そんな私たちからお知らせがあります。お願いします。まわりちゃん。あ、はい私たちパレットパレード4日後に全国ツアーの東京公演が始まります。やったー。4日後だって。この夏このツアーを始めにね、すごいどんどんパレパレ勢いづけていきたいなと思ってます。本当に最高のツアーにするので、まだチケット買ってないよって方はぜひお待ちしております。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてこの後は特典会もあります。今日は特別にリリース日ということで、CD のジャケットにサインが書けるという今日だけのねやつもあるので、もしよかったらリリース日なので参加していただけると嬉しいです。これからもパレパレについてきてください。それでは以上、私たちパレットパレードでした。